骨実の戦い、骨実の戦い、独、シュラクト・ベイ・チャーショシッツは、1742年5月17日に、プロイセンとオーストリアとの間で行われたオーストリア、継承戦争における海戦である。骨実の戦いと読まれることもあり、また別に、チャスラウの戦い、シュラクト・ベイ・ザラウとも呼ばれる。プロイセン軍が勝利した。1742年春。 メーレンでの作戦を断念したプロイセン軍は、米面北東部に撤退し、兵を休息させるとともに、本国からの増援を受けて、戦力を再編した。フリードリヒ大王はこのまま、エルベ川の線を保持して、プラハのフランス軍と連絡を保つつもりだったが、一方で、プロイとの連携部長やザクセンの戦線離脱に嫌気が、さして、単独講話の道を探り出し、ポデビルスに、 以前から働きかけを受けているイギリスを介してのオーストリアとの和平交渉の再開を命じていた。対してオーストリア軍を指揮するカール公使とケイニヒスエクは命令を回復した後北西に進んでプロイセン軍とプラハの連絡を立ちつつ東からプラハを攻撃することを決定した。ザクセン軍が撤退した結果サザワ側に防衛戦力は残っておらず。 オーストリア軍は抵抗なく、進軍を行い、先行するフザール部隊の一部はエルベ川に達して、プロイセン軍の設置した中継基地を強化た。オーストリア軍の動きを見て大王は、プラハとの連絡を維持するために一戦を決意し、プロイセン軍はクルディムに集結した。オーストリア軍のフザールがコリーンの橋を占領したとの報告を受けて、大王は敵より先に、 クッテンベルクを占領して、エルベナンガンからオーストリア軍を排除し、基地を守らなければと考え、5月15日、全軍の3分の1、約1万の軍を率いて、先にクルリムを出発し、残りの主力部隊は、ワカデスサウが補給隊列と共に指揮して、大王の後を追うこととした。同日、クッテンベルクへ向かう、途中の大王は、ポード法参から、南のビリモに、 オーストリア軍数戦の軍勢の姿を認めた。大王はこの部隊を、モルダウ方面からやってきて、南東にいるであろう、カール公使軍と合流を図るロップコビッツの部隊で、あろうと考え、若デッサウにビンターンフェルトを送り夜明けと共にチスラ上へ、迎えと命じた。大王は、公軍を中止して、防御体制を取らせ、奇襲を警戒して平和上着を着、銃を持ったまま眠りについた。 このオーストリア軍は、西からではなく、東からやってきた、カール・コーシ軍の前衛であった。カール・コーシ軍は、大王の認識よりも早く精神しており、モルビッツの戦いの時とは違って、十分に編成レッ軍を率いるカール・コーシは戦力に、自信を持っていた。カール・コーシは、ビリモーから、プロイセン軍を見て、攻撃を望み、翌朝早くにより北の老能ーーに降軍することにした。 カール公使はすぐ近くに、ワカデッサウのより有力な軍がいることを認識していなかった。5月16日、ビリモウからオーストリア軍が消えたと報告を受けた大王は、ロップコビッツはこちらを回避して東へ去ったと考え、シュメッタウを派遣してジャクデッサウに、チャスラウに着いたら、北西に陣取り、クッテンベルクから大王軍と連絡船を接続して、エルベ経由の補給を受けつつ、 オーストリア軍のクッテンベルクへの進路を塞げと命じ、大王軍はそのままクッテンベルクに向かった。補給部隊を切り離して、後軍を始めていたジャクデッサウは、新しい命令を受け取りつつ大王軍の後を追って、ポードホーツァンに達し、そこを占拠していた敵の警府標法で追い払ったが、直後すぐ近くのローノ能ーに、カール公使軍本隊がいるのを発見した。プロイセン軍のは、ビリモ 警察はしたが、そこから北に行軍するカールコーシ軍を発見し損ねていた。ワカデッサウは、優勢な敵軍を目前に控えてこのままでは危ういと判断し、すぐに自軍に合流するようだように報告するとともに、チャスラウへの先着は、難しいと見てその北の骨実に向かってみなく、行軍した。チャスラウ周辺にはすでにオーストリア軍の景気兵。 警譜表が展開していて、これを押しのけながらの皇軍は、プロイセン軍に、かなりの時間を要させた。一方のカール公主軍では、突如出現したジャクデッサウ軍の兵力が不明で、地形的にも老能から北に向けては、攻撃が困難と判断し、攻撃を見送った。夜、コトゥジッツ村周辺を確保したジャクデッサウ軍は、その北に陣地を敷き、シュベリン連隊を、村の中に入れた。 最初に送った伝令が、オーストリア軍に捕らえられたために、大王軍からの返事額、若デッサウはビューローを死者に送って、再度合流を求め、また食料を傾行して来なかったのでその補給を求めた。腹を空かせた兵士は薄い麦がをすすってその場を、しのいだが、オーストリア軍の警府標が周辺をうろついて、彼らの休息を妨害しようとした。この頃、大王軍は、 カール公使軍との距離にまだ余裕があると見ていたので、クッテンベルクを占領した後コリンに兵を送って、エルベ側からの補給路を開設するなどしていたところで、深夜にビューローが到着して弱デスサウの危機を報告したことで、ようやく大王は実際の状況を認識した。大王は当座の食料をすぐ骨実に心発させ、軍は夜明け前に出発して朝の合流を図ることにした。 一方、カール公使は、ナーダジュギのフザール部隊から、プロイセン軍は、クッテンベルクに宿営しているとの報告を受け、これに攻撃をかけるべく夜間行軍を行うことにした。オーストリア軍は、老農の陣地に、車両やテントを残し、チャスラウへ行軍した。うまくいけば、モレビッツの戦いの時ナイペルクが、突然の敵の出現に直面したように、プロイセン軍に、 予期しな攻撃をかけるることができるはずだった5月17日早朝、カール講シ軍はチャスラウに到着し、さらにここからクッテンベルクに向かうため、チャスラウの街を通り抜けていた。しかし午前5時頃、オーストリア軍戦方部隊は、チャスラウの北を流れるブルシュレンカ川付近で、ワカデッサウの警戒部隊と接触し、これと交戦した。 オーストリア軍は16日の遭遇の後も若、デッサウ軍の位置を把握していなかったのでこの接触は予定外でカール・公使とケイニヒスエッグは戸惑ったが計画を変えて目前の敵を攻撃することにした。オーストリア軍は骨実目指して北上するがブルシュレンカ側のとかに手間を要して結局攻撃準備が整う頃には朝になってしまっていた。こうしてカール・公使は 敵が分散しているうちに攻撃する機会を逃した。午前5時、ノイホフに集結した大王軍はコトゥジッツに向けて駆け足での強行軍を開始した。コトゥジッツの若デッサウは夜明けと共に到着した両職馬車の中身を兵に配っている間に丘の上から察しを行い、オーストリア軍の複数の渋滞が接近して戦列を形成していく様子を観察した。 コットジッツとチャスラウの間には、ブルシュレンカ川が、南西から北東にかけて走っている他に、西には、クレナウカ川、東には、ドプロバ川がそれぞれ南北に流れており、戦場の範囲を限定されたものにしていた。コットジッツの西には丘を挟んで大きな池があり、村の東はすぐブルシュレンカ川に面していて、この川の周囲は、湿地帯になっていたから、戦闘には不適地形だった。 若デッサウは池を、右翼端、ブルシュレンカを、左翼端と定め、丘の上に重砲を引き上げて、丘の背後、池との間に、ブッテンブロークの騎兵軍団を置き、丘から村にかけて、不評戦列の形成を開始させた。左翼には、バルドーの騎兵軍団を配置したが、ブルシュレンカの地形のため、骨実の後輩から、北のゼウシュイッツにかけて、南北の方向整列しなければならなかった。 若デッサウは、配置を大王に報告し、大王軍は戦場に到着後そのまま、若、デッサウ軍の戦列の後ろに走り込んで、第二戦列を形成することにした。この時、若デッサウは、コットジッツの村を屈折した戦列の視点にする、つもりだったのであるが、左翼不評戦列を指揮するイエッツェは、若デッサウの再配を誤解し、村の南の高所に戦列を形成してしまった。 このため、左翼不評は、カルクシュタインの右翼不評やバルドーの騎兵軍団から、村を後輩に置いた分だけ前方に突出した形になった。午前7時半ごろ、大王軍は、池の北から文字通り戦場に駆け込んできて、そのまま、若、デッサウ軍の後ろに滑り込んで戦列に加わった。若、デッサウと改動した大王は戦場を視察し、接近してくる。 オーストリア軍の様子を偵察した。この頃、オーストリア軍は戦列を形成し終えて、骨実に対し前進を開始していた。しかし、プロイセン軍砲兵の射程外に入ると、その砲撃を受けて、オーストリア軍の前衛は動揺し、バッチャーニの前衛軍団は砲火を避けるために、交代した。そのため、オーストリア軍左翼への攻撃を遮るものはなくなった。 この様子を見て大王はブテンブロークに突撃を命じた。モルビッツの戦いの後、大王は自軍の騎兵にも訓練を課して、その改善に努め、また、騎兵の運用について、意識を改めてこちらから積極的に攻撃させることで、オーストリア軍騎兵に勝つことを目指ていた。午前8時ごろ、ブテンブローク騎兵軍団は、池の南から、 オーストリア軍左翼騎兵に対して斜めに突撃した。ゲスラーの強攻騎兵は、ホーエネムス騎兵軍団の第一戦列に守備よく、突撃して敗走させる子に成功したが、最終号をかけるうちに正面と、側面からそれぞれホーエネムスの第二戦列と、バッチャーニの強攻騎兵に逆襲され、今度は自分たちが敗走した。ゲスラーの第一戦列に続くローテンブルクの竜騎兵。 第2戦列は突撃の際に左に傾いてしまい、オーストリア軍の不評戦列の前に出てしまった。ローテンブルクはそのまま突撃をかけたが不評戦列はよく持ちこたえて、これを押し返した。そのうちにオーストリア軍の騎兵がローテンブルクの後輩をつき、ローテンブルクの竜騎兵も敗走して、ローテンブルクは腕や胸を切られた。最後に突撃してきた。 プロイセンの緑色系騎兵が味方の騎兵をその混乱から救おうとした。彼らは大王が騎兵戦力強化のために編成した機体の新鋭であったが味方に知られていない緑色の制服を着ていたので一部の騎兵は敵に後ろを取られたと思って余計混乱した。それでもプロイセン軍騎兵は多少とも持ち直し再び敵兵を求めて馬を走らせた。 戦闘の開始された結界系の南から南東の一帯は土ぼこりが激しく舞い上がって著しい視界不良に陥り、戦闘の決着がなかなかつかなかったのでしばらくその状態が続いた。そのため両軍の騎兵指揮官はうまく部隊を集合させることができず、騎兵たちは格好バラバラになって戦闘を継続した。一方、西での戦闘に続いて、 東でも騎兵による戦闘が行われた。骨トの東から南東にかけては、ブルシュレンカ側の湿地帯のために、騎兵の戦闘には、不適切な地形だった上に、敵に突撃するためにはその川を越えなければならないから、その分敵に時間を与えることになるが、モレビッツの恥をすすがねばならないと思うバルドーは不利に、構わず敵を攻撃することし、ブレドーの強行騎兵三個連隊でもって突撃した。 リヒテンシュタインのオーストリア軍右翼騎兵はこれを迎え撃ち、対抗突撃をかけて、バルドを撃ち破った。三個の強攻騎兵連隊のうち、前列の二個連隊はたちまち粉々にされ、バルドは重傷を負って戦場に転がされた。リヒテンシュタインの騎兵に加えて、バッチャーニのワラキア人部隊が、中央からプロイセン軍騎兵の右側面を突こうとし、 後列のプリンツプロイ戦連隊は、なんとか部隊としてのまとまりを維持したまま、前列の生き残りを引き寄せて、オーストリア軍の騎兵戦列を突破し、というよりは命からがらに切り抜けて、そのまま、オーストリア軍不評戦列の後ろを、ぐるりと回って、西のオーストリア軍左翼騎兵を、後ろから押しのけて、ブッテンブロークの味方騎兵に合流した。この突撃に参加した個連隊はこの過程で兵の、 半数を失ったとされる。ブレドーに続こうとしていた第二戦列のベルデックの竜騎兵は展開を終える前にオーストリア軍騎兵の攻撃を受けてコトゥッツの後方に追い返された。バルドーの突撃が失敗に終わった後、オーストリア軍騎兵はコトゥッツの東からプロイセン軍戦列の左翼側面を脅かし、イエーチェは敵騎兵が入り込んでくるのを防ぐために戦力を 左翼にえねばならなかった。しかしそうすると、今度は、イエツ杖の右翼、プロイセン軍中央が弱くなり、ギャップを隠すことができなくなった。カール公使とケイニヒス必ングは、コットジッツの不評戦列が突出している上に配置が落ち着かないのに目をつけて、ここに思考をかけると決めた。コットジッツの南に砲列が敷かれて、丘の上のプロイセン軍に砲撃が行われ、不評戦列は、 両翼からイエーツへ押し狂むべく攻撃前進を開始した。この頃、戦場の西では、両軍機兵の決着が未だにつかず、大王はブッテンブロークの成功を待って、右翼不評を待機させているところだった。オーストリア軍が左翼に対して攻撃に出たとの報告を受けた大王は、不評軍団を左右に分割することにし、左翼の指揮をアカデッサウに預けて、 敵の攻撃を跳ね返せと命じた。若デッサウは、第二戦列のベーデル旅団を中央に押し出して、オーストリア軍に対抗し、また、左翼側面を伸ばすために古大隊を割いて、村の中に入れた。古通実難面のプロイセン軍不評は高知を占めていたこともあって、数に勝る敵に対してよく戦ったが、オーストリア軍不評もモルビッツにおけるほど弱体ではなく、また、 銃砲の砲撃にさらされていたこともあってだんだんと後退し始めた。この時、プリンツレオポルト連帯月銃軍牧師のゼンゲバルトという人物は、銃弾の飛び交う中に姿を現して、兵たちに神と王の名のもとに踏みとどまるとアピールした。プロイセン兵は、後退を余儀なくされるにしても、頑強に抵抗し、戦死者属室にもかかわらず、 崩れなかったので、カール公使は敵を押しのけるために、手持ちの不評戦力を次々投入した。骨日の東では、オーストリア軍機兵が、プロイセン軍機兵の排除に取り掛かった。ベルデックの竜機兵はこれを食い止めようとしたが、必ず、ベルデックは戦死し、敗下の竜機兵は散り散りになって、村の中やその西側に交代した。ゼーゲハルトは、馬に乗って、戦場を巡り、 彼らに再度戦列を形成するよう呼びかけた。プロイセン軍騎兵を排除することに成功した、オーストリア軍騎兵はついにコツジッツの北から、プロイセン軍戦列の背後に回り込むことに成功した。ところがコツジッツの背後には、和歌、デッサウ軍の空陣地があって、そこに入り込んだ騎兵たちは、略奪に走って、行動をストップしてしまった。彼らは、南で依然奮闘中のプロイセン軍を、 背後から攻撃することをせず、また西の方向にはまだ健在なプロイセン軍不評がいることに注意を払わなかった。午前9時頃、若デッサウのプロイセン軍左翼はオーストリア軍の猛攻に押されていた。オーストリア軍は南に加えて東からコツジッツ村に攻撃をかけ、中に突入したオーストリア軍と抵抗するプロイセン軍の間で熾烈な白兵戦が展開された。 オーストリア軍は建物によって抵抗するプロイセン兵を追い出すために家屋に火をつけ、炙り出されたプロイセン兵はコツジッツの西や北に逃げた。が、しばらくするとコツジッツ村全体に火が回って、オーストリア兵も中にいられなくなり、プロイセン軍はこれを壁として利用することができた。さらにこの時火のついた村からは、煙が盛んに上がり、重火によって生じる黒煙ともに周辺に漂って、 戦場の視界を悪くした。この煙は戦闘の効率を下げ、結果的にオーストリア軍に悪く採用した。若デッサウは村から逃げ出した兵士を再編成して、戦列を組ませ、引き続き左側面の守りとして村に退治させ、右翼の不評は村の真西に交代させた上でこれと連結し、プロイ戦軍は今一度戦列を保って、オーストリア軍の攻撃を跳ね返そうとした。 午前9時半ごろ、戦場の西側ではようやく騎兵同士の戦闘に決着がつこうとしていた。オーストリア軍騎兵は、プロイセン軍騎兵を徐々に圧迫し、ついに敗走に転じさせることに成功した。耐えられなくなったプロイセン軍騎兵は、池の南からクッテンベルクの方向に逃走し、オーストリア軍騎兵はこれを追った。一方の東側では、戦況有利を確信する。 カール公使とケイニヒスエグがデッサウの不評を屈服させようと不評戦力の大半を骨実周辺に投入していた。このためオーストリア軍は左翼に対する備えがおろそかになっていたがオーストリア軍はプロイセン軍不評の配置をよく把握せずまた目前の戦闘に集中するあまり左翼への配慮を怠った。この戦場において南から攻めたオーストリア軍は マニュアルをかやことじっつ村、そして若デッサウの左翼戦列に遮られて、その後輩にどれだけのプロイセン軍戦力が残っているのかが見えてなかった。カール講師は若デッサウの猛烈な抵抗から、彼は相当の戦力を有すると見込むだけだったが、しかしこの時、オーストリア軍不評のほぼ全力が投じられていた、相手はプロイセン軍不評のおよそ3分の1に過ぎなかったので、 この時大王は、ブテンブロークの成功を待って進撃する予定であったので、その騎兵が敗走してしまうと当てが外れた格好になった。しかし、オーストリア軍の左翼騎兵は敗走した、プロイセン軍騎兵を追っていて、プロイセン軍不評への攻撃はせず、また、オーストリア軍不評の左翼を援護することも自ら放棄していった。この様子を見た大王は、決断を下し、 オーストリア軍への攻撃を開始した。午前10時半ごろ、大王率いる、不評21個大隊はついにその姿を表して、オーストリア軍左翼側面めがけて、攻撃前進を開始した。全くの荒手である、この不評戦列は、体力も気力も十分にあり、機械のように整った戦列で素早く前進、多数の三ポンド大隊砲の援護のもとに、 オーストリア軍の左翼側面を直撃した。圧倒的に優勢なプロイセン軍の攻撃を受けて、左翼のオーストリア軍不評は、崩れ中央に押し込まれ、オーストリア軍はそのまま東の方向に押し潰され始めた。大王の攻撃に合わせてジャクデッサウも、総反撃を命じた。二方向からの総攻撃が、オーストリア軍にかけられて、オーストリア軍は優勢だったはずの状況から、 一転して破局に追い込まれた。どんどん東に前進してくる大王の戦列によって、チャスラーへの退路を断たれそうな勢いであったため、カール公使とケーニヒスエーグは、すぐの撤退を決断し、オーストリア軍は、総退却に移行した。オーストリア軍は、ブルシュレンカの橋に後衛を置いて、味方の撤退を援護させ、午後0時頃には、大方の部隊は川を渡り、 先回りされることなく茶スラら経由で撤退することができたが、コツジッツに取り付いていた一部の部隊はそのままドプロバ川を渡って東に逃げるしかなかった。プロイセン軍の生き残っていた騎兵は戦場での追撃に移ることができ、戦果を拡大した。コツジッツの戦いに勝利した後、プロイセン軍陣営ではシュネッタウが直ちに大規模な追撃をかけるべきと進言した。 しかし大王は、君は、全く正しいが、しかし私は彼らをあまりひどく痛めつけたくないと言って、この意見を採用せず、小規模な部隊を短距離の追撃に出すだけにとどまった。これは、プロイセン軍がその騎兵戦力をひどく失っていたことや、兵の疲労が甚だしいこと、周辺にはまだ、オーストリア軍の軽機兵部隊がうようよしていることなどが理由としてあったが、何より、 大王には、この勝利によって、オーストリアに講和を飲ませることができるだろうという、見通しがあった。大王には、自軍が離脱した後の戦場で、フランス軍に楽をさせてやろうという気はなった。大王はその日のうちに、功労第一である若、デッサウを元帥に昇進させ、その部軍を称えた。一方の敗北したオーストリア軍は、撤退後そのままプロイセン軍に退治するのを諦めて、 ドイッチブロートで、サザワ川を南に渡り、モルダウのロップコビッツの部隊との合流を目指して、南下した。骨実の戦いから2、3日の間に、プロイセン軍の陣地には600人以上のオーストリア軍の脱走兵が逃げ込んできて、大王にその士気の低下を伺わせた。この戦いは、モルビッツのようにケチのつくことのないはっきりとした、プロイセンの勝利であり、同時に、 大王の軍事的才能が初めて試された戦いでもあった。モルビッツの戦いでは、大王は途中退出していて果たした役割は限定的であり、実質的にはこの戦いが大王が軍指機関として経験した初めての戦いとなった。勝敗を決したのは決定的なタイミングでオーストリア軍左翼をついたプロイセン軍主力の攻撃であったが、ショーウルターによれば、 この時大王は、初めからこれを意図して、不評を待機させておいただという見方は、参謀本部戦士の後解釈であるという。両軍の将軍は共に有罪とすべきミスを犯したが、これらをよく考察すれば、将来同様の失敗を回避することができるであろうと、大王は後に書いて、この戦いの批評を試み、いくつかの点を指摘した。そもそも経にスエグは、 プロイセン軍への奇襲を目的としているはずであったのに、チャスラウを攻撃してみたり、夜中、警府票にいたずらにワカデッサウの警戒部隊を攻撃させたりして弱デッサウに情報を与えたのは、どういうことかと大王は批判し、また、日の出とともに、ワカデッサウ軍を攻撃してしかるべきところ、8時まで時間をかけて、ミスミス大王の軍を合流させたり、 戦場の中間にあった丘を素早く占拠すべきであったのに、プロイ戦軍に委ねたり、コ古典術村に火をつけたから東から、若デッサウの戦側面を攻撃することができなくなったし、右翼に意識を集中しすぎて、左翼を放置していたとうとうとその問題点に言及している。 かくして彼は手につかもうとしたその瞬間に勝利を逃し、幸福の地獄から逃れるために自身が敗走せざるを得なくなっていることを悟った。プロイセン軍については、まず大王は自身が先行部隊を率いるべきではなく、他の者に任せて本体を把握すべきであったとしている。その上で、若デッサウの統率のいくつかを取り上げて批判し、第一に、若デッサウは夜に全勝や、 警戒部隊に対して行われた戦闘にもっと注意を払っているべきで夜中から敵の攻撃に備えるべきであったとしている。そしてコトジッツの南東にあるシュピーシュラウの農場に兵を入れて左翼の守りとすべきであったとする。そうすれば左翼騎兵はブルシュレンカ川に煩わずらされずに済んだであろうし、対してコトジッツは小さい村で拠点として使えるのは教会ぐらいだがその教会も 木造の家屋に囲まれているから火を蹴られると抵抗できず海戦においてあまり役に立たなかったと言い,い、コツジッツに戦列を設けたのは間違いだったと対応は論評した。そもそもコツジッツが戦場になったのは朝にオーストリア軍の前進を確認した後ではより南に展開する時間的余裕がなかったからで、それは事前にワカデッサウが攻撃の可能性を軽視していた果てに他、 ならないのだという。大王はこれらの戦術上の弱点を跳ねのけて、勝利に貢献した地軍の兵の優秀さを称賛した。また、プロイセン軍の騎兵は、最終的には一歩及ばなかったとはいえ、モルビッツの失敗からは、大幅な進歩を見せた。対して、オーストリア軍では、十分な体制で戦ったにもかかわらず、敗れたことで、 自軍にはいろいろ問題が多いのではないかという見方が一部にできた。リヒテンシュタインは特に方兵分野で差がつけられていると感じ、この後資材を投じて方兵の改革に取り組むことになる。軍全体の本格的な改革はまだまだ先の話であったが、後にその改革を主導することになるダウンは、この戦いで戦闘焦点にあって指揮を取り、 敵の猛砲火にもたじろぐことがなかったとして高い値を受けた。骨日の戦いと、ほぼ同時期の5月後半、モルダウ方面では、ブトバイスから、ロップコビッツ軍が、西岸、フラウエンベルクに攻撃をかけたが、ブロギは援軍を引き連れて駆けつけザフハイの戦いよって、これを打ち破った。この頃ようやくフランクフルトから戻ってきていた、ベルイコールイルは、 今こそ、オーストリア軍を米面から叩き出す好機と考え、大王の陣営を訪れて、共同で、モルダトウガンへ攻勢をかけることを提案した。しかし、大王は、戦力減少と補給難を理由にして、提案を断った。この理由は、半分本当のことであったが、この頃も大王は、フランス軍と共同作戦を行うつもりはなかった。マリア・テレジアは、二つの敗北によって、 二つの勢力を同時に相手にするのはやはり無理だということを痛感した。この頃頼みのイギリスがようやく大陸への派兵に本腰を入れ始めたところであっか、そのイギリスはオーストリアにずっとプロイセントの行はなくしては戦争の勝利はおぼつかないと説き続けており、またオーストリアへの援助の条件として要求してもいた。こうしてついにマリア・テレジアは主ジエンの活動に同意し、 ブレスラウ条約によって両国は講和して第一次、シュレージエン戦争は終結した。プロイセンはついに念願のシュレージエンを獲得し、フランス軍を置き去りにして速やかに米面から撤退した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。